皆さんごきげんよう、デジマークキングのチャーです。今日はご飯に乗っけて美味しい有香キノコの作り方を紹介します。ぶなしめじ 270g とエリンギ 135g 用意してください。エリンギの根元は鉛筆を削ぐようにしてください。エリンギを端から薄くスライスしたら、縦に置き、さらに端から細切りにしてください。ぶなしめじは根元の金属部を切り落として、いくつかの塊に分けたら適度にほぐしておいてください。全部処理したら流水でさっと洗ってください。乾燥キクラゲ 8g をあらかじめ水に浸して戻したら、手前からくるくる巻いて、端から細切りにしておいてください。粗挽き豚肉 160g を解凍し、みじん切りにした長ネギ 15g、生姜 5g とニンニク 5g を用意してください。色添え用の赤ピーマン 70g を細切りにし、パンのネギ 30g を短切りにしておいてください。続いて、有香タレを作ります。お椀に砂糖大さじ2、醤油大さじ2、黒酢大さじ3、色付け用のたまり醤油があれば小さじ1を入れて、よく混ぜ合わせたら、タレの完成です。鍋のお湯が沸騰したら、キノコを入れて、全体をお湯に浸すように押しながら茹でてください。2分ほど茹でたら、一度取り出して水切りにしておいてください。お湯が再び沸いてきたら、赤ピーマンを入れて、さっと湯通ししたら、すぐ取り出して、水気を切っておいてください。お湯が再沸騰してきたら、キクラゲを入れて、2から3分ほど茹でたら、取り出して、水気を取っておいてください。はじめの野菜の下茹では一手間かかりますが、炒める時間が短縮され、シャキシャキとした美味しい野菜炒めになります。鍋の油を中火で熱したら、豚肉を加えて、絶えず炒めてください。肉全体が白っぽくなってきたら、塩コショウ小さじ1と白コショウ4、5振りをかけて、炒め続けてください。味が馴染み、油が肉から出てくるまでしっかり炒めてください。そして、長ネギ、生姜とニンニクを加え、豆板醤小さじ1を入れてください。赤い油が出るまで炒めてください。薬味の香りも立ったら、豚肉と炒め合わせてください。調味料が馴染んできたら、先にキノコとキクラゲを加えて、さっと炒め合わせてください。続いて、有香タレを回しかけて、馴染むように炒め合わせたら、万能ネギと赤ピーマンを加えて、少ししんなりするまで炒めてください。最後に水溶き片栗粉を少しかけて、全体に馴染み、とろみがつくまで手早く炒め合わせて出来上がりです。以前、豆板醤なしの有香料理を紹介しましたが、今回は豆板醤入り有香味です。伝統的に使っている肉やナスではなく、2種類のキノコでアレンジしました。有香タレと豆板醤のコクがキノコに染み込み、キノコの特有の旨味が染み出して、ピリッと辛くてスルスルした食感です。箸が止まらない美味しさです。ご飯の上に乗っけてお召し上がりください。ぜひ作ってみてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。次回もお楽しみに。